豊洲市場の問題を調べる東京都議会の百条委員会の理事会が開かれ来月20日の午後1時に石原慎太郎元知事の証人喚問をすることで合意しましたで浜渦武夫元副知事の証人喚問は前日の19日であさって開かれる委員会で正式に日程が決まります